はい、皆さん、ジェイクです。バレンタインの日がやってきましたね。僕ももちろん、バレンタインの本来は今まで知らなくて、ちょっと調べてみたんだけど、ウィキペディアによりますと、昔々、ローマでは、クリスト教の人たちは、ローマ人に迫害されてたみたい。で、その状況で、偉い神父さん、バレンタインという人は、隠れて結婚式を行ってたみたいです。バレンタインのことを祝うというのがだんだんロマンティックな付き合いを祝う年中行事になっちゃったみたいです。多分皆さん分かると思うけど、西洋ではバレンタインデーに男の人は自分のロマンティックな気持ちを示すため、自分の好きな女性や妻にチョコと花とカードをあげることが普通ですね。で、僕はオーストラリア人で、オーストラリアでは付き合ってない人にカードあげることはあまりないと思いますね。カードを自分の好きな女性にあげるのは、大体付き合ってる人と結婚している人。西洋人の男性は優しくて、女性に自分の気持ちを示すという話はありますけど、まあそれはある程度あるかもしれないけど、まあ一つ日本の男性にアドバイスしたいのは、女性はそういうのが好きなんですよ。絶対おすすめです。じゃあ今日、僕が自分の妻に書いたバレンタインカードをお見せします。僕と僕の日本人の妻は8年間ぐらい付き合ってるね。8年間ぐらい付き合ってるので、すごいロマンティックなことをするときはそんなにないです。でもバレンタインの日にちょっとチョコレートとかカードとか買ってあげて、ちょっとロマンティックしたものをしたいですね。僕は花をあげることは一般的ですけど、うちの妻は結構実用的な人で、その花は使えないからチョコレートの量をアップしてくださいというふうに言うので、我が家ではチョコレートとカードだけです。で、今年は結構面白いカードを見つけてきました。ちょっと見せますね。今年僕はこのカード買ってきましたね。で、これクーポンが付いてるやつだからちょっと面白いです。中を開けてみると、で、クーポンが付いてるんです。で、このクーポンの使い方は、僕がここにサインして、このクーポンの切り取って、妻が僕にこのクーポンをくれると、僕はクーポンに書いてあることを妻にあげないといけないんです。例えばね、This coupon is for one big cuddle, clothing optional. ということは、このクーポンは、一つの大きい抱きしめることのためのものです。Closing optional はちょっとセクシー的な意味ですね。で、このクーポンは One romantic night out or in if you would prefer。なので、彼女がこのクーポンを僕に渡してね、一つのロマンティックな外食をおごってあげないといけないということなんですね。本当にこういうやつを僕に渡すんですかね。まあ、渡されたらやらなきゃいけないね。さて、次僕は妻に何を書けばいいかを考えないといけない。優しく自分の彼女への愛を示すときに、もちろんあまりにも硬いやつはちょっと避けますね。私はあなたを愛しておりますみたいなものはちょっと硬くて、君のこと好きだからねぐらいなカジュアルな言い方を目指していきます。よし、書きましたよ。そしてクーポンにサインしないと有効にならないからね。 Relaxing bubble bath。
よし、書きましたよ。はい、こういうふうに書きました。Dear Mayumi、まあ、うちの妻、Mayumi って言うんですけど、After 8 years, you're still the only one for me. Love, Jake. きっと気に入ってくれるでしょうね。カード封筒に入れて、で、封筒に Dear Mayumi って書いて、それで準備よし。バレンタインデーの日に彼女に会った時にこれとチョコレートと飴を渡せば、まあ、ユミは喜びます。でそれで多分美味しいご飯は1週間ぐらい出ると思います。あとはもう一つ、西洋の男性の優しさとしてよく愛称を使って自分の好きな彼女をダーリンとか言うんですね。多分一番よくあるのはダーリン、ダーリングじゃなくて2つの音節を目指してくださいね。ダーリン、ダーリン。あとは、まあ僕は自分の妻のことをスイート、恥ずかしいけどスイーティーって呼んでるんです。スイーティー。あとはよく聞くのはスイートハートとか、ハニーとか、もうちょっと若い人で20代の人ならベイビーとかが使われてます。自分の愛の言い方ね。まあ僕は普通彼女にたまには言いますね。Love you, sweetie. ぐらいな言い方ね。Love you lots とか I love you みたいな硬い言い方はあまりしないと思うんですけど。まあ8年間結婚しててそんなに Love you, sweetie って言えなくなってくるけどたまには言いますね。なのでその人は愛されていることはちょっと分かっていると思います。そういう愛称の単語は結構性別 なしで普通に女性も男性を呼ぶ、ダーリンとかハニーとかスイーティーとかスイートハート、男性も女性も同じ風に使います。じゃあ皆さんそれで彼女のハートをゲットしてくださいね。今日はここまでです。Hey, bye. See you next time.